どうもこんにちは、うす。今回は FF シリーズのラスボスの目的を取り上げようと思います。ラスボスの目的か、世界征服とか破壊とかじゃないの？ラスボスによって違いますね。では FF1 から順番に見ていきましょう。なおネタバレありとなっております。まあラスボスを取り上げるからネタバレは仕方ないか。ところで今は誰と戦ってるんだ？これは最初に戦うことになるボス、ガーランドです。このガーランドは、王女の命と引き換えにコーネリアを手に入れようとしています。国を手に入れることが目的か。ちなみにファミコン版では、王女は俺のものだ、誰にも渡さん。というセリフだけだったので、王女に惚れたからさらったとも考えられます。クッパと同じか。でもこいつはラスボスじゃないよな。どうしてこんな紹介を？後でわかります。こちらを見てください。悪の源があると思われる場所に行くところです。ラストダンジョンか？はい。それが2000年前のカオス神殿です。なんだって？2000年前にタイムスリップするのか？はい。ちなみにタイムトラベルが適した言い方のようです。違いあるんだな。2000年前のカオス神殿の一番奥まで来ました。誰かいるな？覚えているか？コーネリア国一のナイトと呼ばれたこの私を。まさか？今から2000年後の未来、お前たちに倒されたガーランドだ。最初に倒したやつじゃん。確かにあの時、私は倒された。だが、あの時、4つの力が私を救ったのだ。タイムトリップしたのだよ。タイムトリップ言うてるな。ここに来た私は4匹のカオスを未来へと送り込んだ。そしてまた、4つの力を使い、お前たちに殺される未来の私をここへ呼び戻すのだ。殺されていたのか。2000年後、私の記憶は失われている。姿変わった。これがラスボスの姿です。だが、また私は、ここに戻るのだ。お前たちは、ここで永久に死に、私は永久に生き続ける。この私の作った、無限の流れの中で。ということです。まさかガーランドがラスボスだったとは。ガーランドの目的は、永久に2000年の時を繰り返すこと、だったようですね。それが目的だったとは。しかし FF シリーズ1作目からすごい展開だったな。まさかのタイムトリップものでした。時をかけるガーランド。FF2 のラスボスの目的。FF2 のラスボスは皇帝です。皇帝か。FF6 の皇帝は途中でやられたけど、FF2 の皇帝は最後まで君臨するんだな。そうですね。そしてその目的も、シンプルに世界征服です。世界征服か、わかりやすい。主人公たちは、それに対抗する反乱軍ってわけですね。ふむふむ。FF6 もリターナーってあったし、設定は似ているな。ストーリーを進めて、皇帝のいるところにやってきました。自由を復活させ、ここまで来たか。だが、私が相手をするには及ばぬ。さらばだ。サラダバー？さらばだ、だ。バトルに2回勝つと皇帝自ら挑んできます。勝った。私、は、死な、死んじゃった。これでクリア？まだあります。この世を支配するものは何だ？それは、圧倒的な強さだ。俺は皇帝の座を手に入れたのだ。弱き者は、強き者に支配されなければ生きていけぬのだ。皇帝がいなくなった後、レオンハルトが皇帝の座に即位しています。最初仲間だったやつじゃん。しかしこの後。なんだ？レオンハルトよ、偉くなったものだな。だが、お前が皇帝とは肩払いたいわ。世界に皇帝は私ただ一人。これ皇帝か、そうですね。生きていたのか？化け物め。だが、帝国は今や我が手にある。お前などに渡さんぞ。帝国？そんなもの、もはや用済みだ。どの道世界は破壊されるのだ。地獄で手に入れたこの力でな。まずは、お前たちから血祭りにあげてやろう。どうやらこの復活した皇帝は、世界征服ではなく、世界を破壊することを考えているようです。
目的が世界征服から破壊に変わったのか。そしてラストダンジョンで皇帝と再会します。地獄の底までもたどり着くとはな。だが、偽りの正義とまやかしの愛を語る人間に、この地獄すら支配した私を倒すことはできん。さあラストバトルです。ワクテか。おお、これが皇帝か。ミス5,692 球種 4,693 球種。もう死んじゃった。ブラッドソードで攻撃しました。強すぎだな。割合ダメージのためここまで強くなります。最後に名言聞きましょう。この、私が、敗れるとは、信じられ、うん。二度までも、おま、え、に。お前は、一体、な、にもの。うごあああ。名言いただき。以上 FF2 でした。FF3 のラスボス。FF3 のラスボスは、最後に存在が明らかになるいわゆるボットでのラスボスですね。ボットでか。私は全てを飲み返すためにやってきた暗闇の雲。暗闇の雲か。全てを闇に包み、そして光も、闇も、飲み返す。まずは光の力を持つお前たちをこの世界から消す、しねえ？ということで暗闇の雲の目的は、全てを飲み返すことのようです。ほうほう。無を操るところは FF5 の X デスッチと共通してるな。そうですね。最後にも目的を言っています。ははは、私は暗闇の雲、闇を氾濫させ、この世界を、そしてお前たちの光の世界をも無に返すのだ。さっき同じようなこと聞いたぜ。大事なことなので2回言いました。ちなみにその直前にザンデと戦うことになるのですが、このザンデが闇の氾濫を引き起こそうとした理由が不明瞭でした。でも DS 版では、永遠の命を手に入れるのだ、というセリフが追加されていましたね。そうなのか。永遠の命はなんで欲しいの？そう思われる理由はこちら。この世に暗闇をもたらそうとしているもの、それはザンデじゃ。ザンデはかつて、わしと同じ死に学んでおった。大魔導士ノアにじゃ。ノアは死ぬとき、わしにその魔力を、ウネに夢の世界を、そしてザンデに人間としての命をくださった。だがザンデはそれが不服で、この地を去った。そして、古代の民が作り出した装置と、土のクリスタルの力を利用して、あの大地震を起こしたのじゃ。そんな話です。ふむふむ。ザンデは人間の命をもらったのが不服だったのか。ザンデは光の力を封じた。そして暗闇を呼び出し、自らの力としようとしているのじゃ。悲しいことじゃ。ザンデ様もいい人だった。でも、大魔導士ノアが自分には人間の命というつまらないものしかくれなかったと言って、ここを出て行ったのです。人間の命か。限りあるものだからな。人間は誰でもいつかは死ぬ。だから、みんな一生懸命生きるのよ。これをザンデに聞かせてやりたかったぜ。アニメでもうすぐやりますね。今度見るわ。FF4 のラスボス。ゴルベイザ、風水や。FF4 のラスボスは、このゼムスが倒れた後に出てくるゼロムスです。このゼムスは何者だった？ゼムスは、風水屋と同じ月の民の一人です。火星と木星の間にあった星に住んでいた種族で、その星が絶滅の危機に瀕した時、生き残った者たちは魔導戦で青き星へと脱出しました。青き星？セシルたちが住む星です。しかし、まだ進化の途中にあったためその者たちは、もう一つの月を作り出し、そこで長い眠りにつきました。でも、ある者は眠りを嫌い、青き星に存在する者すべてを焼き払い、そこに自分たちが住めばよいと考えました。もう一息じゃ、パワーを寝ておに。いいですとも。その眠りを嫌った者がこのゼムスですね。なるほどね。ゼムスは封じ込められていたのですが、長い眠りの間に思念を強化し、その思念でゴルベイザたちを操っていたわけです。てっきりゴルベイザが悪の親玉だと思ってたぜ。クリスタルは月の谷のエネルギー源で、ゼムスはバブエルの塔の次元エレベーターを作動させるため、クリスタルを集めさせました。次元エレベーターでバブエルの巨人を青き星に下ろし、すべてを焼き払おうとしたわけですね。それでクリスタルを集めていたわけか。つまりゼムスの目的は、青き星の生物を根絶やしにして移住することでした。そしてこちらがラスボスです。メラゴーストか？違う。我は、
完全暗黒物質、ゼムスの憎しみが増大せしもの。我が名はゼロムス、すべてを、憎む。苦しむがいい、滅びるがいい。すべてを消滅させるまで、我が憎しみは続く。今度は、お前たちの番だ、来るがいい、我が暗黒の中へ。というようにゼロムスになると、すべてを消滅させるまで憎しみは続くと言ってますね。消滅させることが目的か。そしてゼロムスにクリスタルを使うと真の姿を表します。ゼロムスの真の姿を照らし出した。が、ぐ、ぐ、ご。モンジャラからミジンコになった。ここに顔があります。ビッグバーン。最後に空耳を聞いてみましょう。以上です。なおニコニコ動画のコメントより引用です。最初に考えたの誰や。FF6 のラスボス。FF6 のラスボスはこの結果です。俺が神様だよ、キッキッキ。拳銃をもっと集めて、魔導の力を取り出して。そして、三頭身の復活だ。神様だよ、言うてるな。この時は幻獣から魔導の力を取り出して、三頭身を復活させることが目的だったようです。ちなみにガストラ帝国は世界を支配するのが目的ですね。でもこの時はまさかケフカがラスボスになるとは思わなかったぜ。なおケフカがああいう人物になった理由は、ベクタのこの男から聞けます。帝国の兵士は魔導研究所で、魔法の力を使えるようにしてもらっているんだ。何でも研究所のシド博士っていうのが天才らしい。もう一つ、おまけに、結果っていうのは、最初の頃にシド博士に作られた魔導士だっていうぜ。まだ技術的に問題があって、魔導の力は並外れたものになったが心が壊れちまったっていう話だ。以上です。へぇ、結果ってシド博士に作られたのか、心が壊れたってことは、前はもっとまともだったのかな？そうかもしれませんね。となると結果も被害者だよな。全部破壊して死の世界を作るのだ。三頭身の力を手に入れた結果は、最終的にこのような目的となっています。全部破壊して死の世界を作ることか。それもこれも全部破壊、破壊、破壊、全部、破壊だ。ラストバトルでのセリフがこちら。命、夢、希望、どこから来て、どこへ行く？そんなものは、この私が、破壊する。翼も生えてるし、まるで破壊神だな。そんな奴はこの私が破壊する。心ない天使。バリアントナイフの威力がアップ。この俺も破壊する。信じられない。想像の前に破壊あり。以上 FF6 の結果でした。最後は FF5 のラスボスです。待ってました。ラスボスはネオエクスデスですが、まずは前座のエクスデスから紹介します。前座というな。エクスデス。ははは、小さなトゲに身を変え、この時を待っていたのだ。私の本当の目的は、次元の狭間に封じられた無の力を手に入れること。そのために、世界を元の形に戻した、ははは。というように、エクスデスの目的は、次元の狭間に封じられた無の力を手に入れることのようです。無の力か。手に入れてどうすんの？そこまでは言ってませんね。無の力を使って街や邪魔者を排除していますが、FF3 の暗闇の雲の目的のように、すべてを無に返すようなことはしてません。我ら、千年の間、次元の狭間に封じられし魔物。このように封じられていた魔物たちを廃下にしています。株式会社エクスデスの皆さん。エクスデスは無の力を解き放つ。我ら魔物の世界、闇の世界が生まれるのだ。魔物の世界である闇の世界を作ろうとしているようですね。それが事業目的か。お前たちに、邪魔はさせん、次元の狭間で死ぬのだ。我らが闇の力でな。せーの、ははは。
というように、魔物たちが住める闇の世界を作ることが目的のようです。なるほどねー。一緒に住めたらいいのにな。もうすぐ、もうすぐだ。この力が完全に私のものになり、世界は私にひざまずくのだ。ははは。世界は私にひざまずくと言ってますね。じゃあ世界征服が目的でもあるのか。無の力、操ることはできぬのか？これならどうだ。無の力よ、我に、その姿を見せよ。この時は操ることはできてなかったようですね。行け、世界を破滅させよ、その姿を見せてやれ。これで世界各国を飲み込んでいきます。先生も飲まれてよ。なんでやねん。しかし次に会った時には。ははは、ついに手に入れたぞ。最強の力、世界を支配する力、無の力だ。無の力を使いこなせるようになったのか。ここで形状変化します。気になった。そうそう、どうしてイクスデス先生は気になったの？もともと木だからです。なんだって？ムーアの大森林。サーゲート城の西に広がる、生きている森じゃ。イクスデスの生まれ故郷。500年前、ムーアの森に封印した者に群がった邪悪な心が、一本の木を魔物に変えた。それがエクスデスじゃ。わしは、500年間、エクスデスを封じ続けた。というわけでムーアの森にあった木がエクスデスです。こんな話だったのか。忘れてた。だから最後も木になったり、トゲに身を変えたりしてたんだな。じゃあ最後にラスボスのネオエクスデスを紹介です。ムーがエクスデスを飲み込み出した。な、で、だ。無の力を手に入れたのに。無とは一体。うごごご。名言いただき、自分が無に飲み込まれてしまいましたね。そして。私はネオエクスです。すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、そして私も消えよう、永遠に。ネオエクスですの目的はこの発言通り、すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、自分自身も消えることのようです。完全に無にするということか。宇宙誕生以前の状態になるんですかね。宇宙の法則も乱していたしな。じゃあこんなところでラスボスの目的の紹介を終わりましょう。オプオプ、しかしラスボスたちとは話し合いで解決できなかったのかな。まあこれはゲームですから戦わないと面白くないでしょう。身も蓋もないことを。あの、どうして銭投げばかりするんですか。金で解決だ。いやいやい。そういう解決手段もあったか。じゃあ終わりましょう。動画が良かったら高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。ネオになってもうちに使われるなんて、ゴゴゴ。